鈴鹿もね、まあ、私自身もそうですし、ホンダとしてもホームコースですからね、なんとしてもここでこの鈴鹿で勝って帰りたいなって思いがすごく強いです。まあ、ただその思いが強すぎてあだになることもあるのを分かっているので、まずはしっかりと自分の仕事をするっていうところをね、認識を強く置いて、しっかりといいレース戦いたいなと思います。それでも福住選手に今回ちょっと届いていないという野尻選手、はい、まあ、それだけ福住選手が上を行っているというのはまとめてるんですね。そうですね、はい、さあ間もなくコースイン開始ということになります。果たして第2戦のポールポジションは一体誰になるんでしょうか。シグナルグリーンが点灯しました。2021年全日本スーパーフォーミュラー選手権の第2戦鈴鹿予選の Q3 が始まります。ではスタートリストです。トップタイムの福住2レーン、そして野尻智樹が2番手、さらに大湯俊樹、そして関口雄飛、ジュリアーノ・アレジ、平川亮、笹原右京、宮田理智というメンバーで戦われます。あタイヤ交換をしますね。そうですか、はい、この辺りはあれですね、念には念を入れてという感じですね。野尻はアウトアタックという選択をしたということですね。うん、ブレーキをしっかり温めて、残り2分30秒ぐらいを狙って出てくるんじゃないですか。んエアの今プレッシャーを測ってます。珍しいですね。で今温めたタイヤスクラビングしたんですかね。タイヤ交換の音が聞こえませんでしたね。ピエールさん、はい、どうぞ。野尻選手以前にもこの作戦出ましたよね。フロントタイヤだけ温めてリアを変えて、そうですね、リアを変えてリアは温まりが早いのでフロントだけ1周温めて、なるほど、フロントだけ2周ウォームなんですね。じゃあアウトウォーム時間差をしてるんですね。ピエールさんね、僕もね、あれあのさっき見た時ニューで出てったのにというふうに思ってですね、見間違ったかなって不安になりましたけど、これ非常に、そうだ、前も1回その作戦やったということを思い出しました。これは面白い作戦ですね。16号車のマシーンが最終コーナー立ち上がって真っ先にコントロールラインを通過する時のタイムはどうなんだ。1分36秒645トップだ。トップはまずは野尻。さあこの後のアタッカーが果たしてどういうタイムを出してくるか。福住二玲が今試験員を立ち上がってきます。ここまでうまくまとめている福住二玲がハットトリックなるか。 Q1、Q2、Q3 全部取るのか。福住トップだ。野尻を上回った。1分36秒449。まあ、結果ご覧の通りとなりまして、福住選手、野尻選手、大湯選手と、まあ、開幕戦で表彰台に立った3人がまたワン、ツー、スリーというのもね、順位は変わりましたけれども、まあ、今シーズンの中心なのかなという感じがします。これはツーショット、フロントローの2人がにこやかに話してますけども、これは牽制してるんですか、お互いに。どうなんでしょう、もうプレッシャーの掛け合いなんですかね。さあそれではいよいよグリッドロックオン確認された、グリーンフラッグが振られました。2021年全日本スーパーフォーミュラー選手権の第2戦決勝レース、シグナルオールレッド、ライトアウト今スタートになりました。わーっと3番手の大湯がちょっとエンジンストール気味、3番手の大湯が大きく遅れた。しかし1コーナーを制するのは福住二玲だ。福住二玲が1コーナーを制しました。2番手野尻、3番手に平川が上がりました。そして4番手には笹原右京、大湯は大きく遅れてしまいました。中段に飲み込まれています。さあ加藤さん、まずはフロントロード2台、まずはしっかりとスタート決めましたけれども、3番手の大井選手がちょっと残念でしたね。そうですね、あの動き出しは良かったんですけど、多分ちょっとクラッチ早く離しすぎたんですかね。ちょっとエンジンがドロップダウンしましたね。はい、まあ、アンチストールみたいな、なんかこう機能が働いちゃったですね、はい、働いたような感じに見えましたよね。はい、ということでまずは先頭はですね、今初優勝を狙います福住二玲がまずはいいスタートを切りまして、ヘアピンを立ち上がっていきます。そして2番手野尻、3番手の平川が野尻のすぐ後ろにつけてきました。フィッシュコースに入っています。福住選手
1周目からものすごい飛ばしてますね。飛ばしてますね。ちょっと野尻選手が今引き離されている様子がこの車載映像から分かります。さあ平川亮選手なんですけれども、まずはスタートからオーバーテイクシステムを使ってなんとかですね順位をこうぐーっと上げている感じがいたしますけれども、ピットに入った。野尻ピットに入ります。先頭がピットに入りました。ちょっと動きが分かりませんね。先頭の野尻が先にピットに入ります。それを見てあのインパル平川選手もあの入る用意をしてますね、はい、もう一回平川のタイヤが用意されました。さあ野尻先頭が動きました。先になんかレースの定石から言うとこうトップがまずは2番手以降伺ってから決めるっていう感じのね、はい、さあこれであとは平川亮と坪井翔、さらには宮田理智の3名、あとジュリアーノアレジ、4人がまだピット作業をしていないという状況に変わりました。これでも無限チームとしてはあれですかね、インパルチームをある意味ちょっと欺くようなピットストップだったんですかね今。そうですね、あと3番手のあの笹原選手の動きもちょっと警戒したのかもしれません。3番手の笹原選手、まあ、3番の位置まで上がってくるであろう笹原選手はなかなかいいタイムで来ているというところですよね、はい、さあ平川亮はピットに入るか。ピットに入りました。今ステアリングを切った平川亮トップがピットに入りました。先に野尻がピットに入っています。2秒8差をつけられていた野尻が先にピットを入っています。さあこれで今度は平川がインパルチームどれだけ速やかにコースへ戻せるか。さあそして野尻が今 130R に入ってくる。野尻が 130R に入っています。そして平川が今ピット作業が行われている。野尻が日立アステモ試験員に入ってくる。日立アステモ試験員に入ってきて野尻が立ち上がって今最終コーナーだ。そして平川が今ピットアウトだ。ホールドタイヤでまだタイヤが温まっていないところ、これはちょっと逆転は難しいか。野尻が今1コーナーの前で先頭にまたこれで躍り出ます。ピットアウト。おわ、野尻がオーバーシュート。1コーナーで野尻がオーバーシュート。オーバーテイクシステムを使ってかなり車速が伸びていたので止まりきれませんでした。いや野尻選手も慌ててますね。そうですね、はいはい、もう前に出ることだけ考えてましたね、はい、ただあの平川選手はあのピットインする周のセクター1とセクター3を本当に自己ベストできてて本当にあの素晴らしいインラップでしたね。はい、ピットインとインラップかなりタイムを詰めてきたんですが残念ながら野尻の前に出ることはできませんでした。カーエレクスチームインパル、はい、セーフティーカーはどうやらこの周でピットに入るようです。残り11周の加藤さん、
レースですね。はい、もう本当にスプリントですね。はい、これは本当にスタートする、再スタートする瞬間からもう駆け引き始まってますから。あ、でも結構これセーフティーカーのスピードに野尻選手ついていっていますから、もっとやっぱり速いスピードでタイヤ負荷をかけたいんですね、これね。あんまり駆け引きで遅れることがしませんね。さあでも最 130R を過ぎたところからゆっくりとスピードダウンをしています。さあセーフティーカーが今日立アステモステ、試験員からこれからピットインをしていきまして、さあクリアになりました。レースリスタート、グリーンフラッグが待っています。赤いマシン、カーナンバー16番、開幕戦のウィナーであります、現在トップの野尻智樹から。さあレースは残り11周のリスタート、レース残り11周のリスタート、先頭は野尻智樹、クリーンなスタートを切っていきました。2番手平川亮、3番手笹原、そして4番手には関口というオーダーで、さあ西コースに入っていきます。さあ2021スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿サーキット、いよいよ勝負はファイナルラップに入ります。最終ラップ、先頭は野尻、2連勝開幕飾るようなそんなことが見えてきました、濃厚になってきました。そして2番手には平川亮、3番手には笹原右京、4番手に関口雄飛、5番手に大津博樹、そして6番手に宮田理友、7番手に坪井翔、8番手山本直樹、9番手にジュリアーノ・アレジ、そして10番手に大湯俊というオーダーでトップ10、ポイント圏内はファイナルラップに入っています。さあこれで開幕戦から今2戦連続優勝というのが見えてきました、この野尻智樹なんですが、ここのところ開幕から2連勝ということを振り返ってみるとちょっとしばらくないんですよね。あの2018年は第2戦のオートポリスがまあ中止になりましたので、その中止を挟んで山本直樹が、まあ優勝で1戦目と3戦目というのはあるんですけれども、開幕から2連勝というのはこれ振り返ってみるとかなり久しぶりになりそうですね。まあ、これで大量リード、あー2008年まで遡りますかね、松田継雄が開幕3連勝というのが2008年にありますけれども、さあ最後の最後に最後キラキラさせながらチェッカーを受けるのか今オーバーテイクシステムでピカピカ光らせながら野尻智樹が最終の今コーナーの手前、日立アステモ試験員を立ち上がってまいりました。医療従事者の皆様ありがとうございますの、このカラーリングが開幕戦から2連勝を飾って、鈴鹿も優勝を飾りました。チーム無限、野尻智樹今シーズン2勝目、2番手平川亮、3番手には笹原右京表彰台。それにしてもちょっと途中でクラッシュもあったり、それからセーフティーカーランもありました。その前にまずは大きな出来事としてはトップを快走していた、まあ、福住二玲選手がタイヤトラブルから、まあ、レースを落としてしまうということにもなりましたけれども、まあ、本当に最後までわからんもんですね、レースというのは。そうですね、はい、あのスプリント性の高いレースなのにこんなにこういろんなことがあったっていうのもちょっと珍しいのかなと。ただあの見てる方としては非常に面白かったです、ね、そうですね、結構抜きつ抜かれつ動きがあった中段戦、そして先頭の方でもいろいろとね、動きがありましたけれども、いやこれでポイントリードとしては大きなリードを築く
ことができましたね。でもしっかり強さ発揮できたので、そうですね、はい、なんか今シーズンにかける意気込みがやっぱり違うなっていう感じは取れますよね。あと加藤さん、僕が野尻選手今日、優勝も素晴らしかったんですが、チームの判断、ピットに入る判断が、はい、トップを走りながらもう3番手以降のことも考えてパッと判断してすぐピットに入れたっていう、このチームプレーっていうのもなかなか好判断だったかなというふうに思うんですが、そうですね、本当にフレキシブルによく全体見てこう作戦を変えてるなっていう感じはしますね、はい。そういう意味ではチームとドライバー一枚岩でうまく整ってレース取り組んでる感じがしますよね。そうですね、本当にいい流れでこうシンクロしてるなっていう感じが取れますよね、はい。さあ皆さん大きな拍手をお送りください。優勝を飾ったのは野尻智紀選手、開幕2連勝。第2戦鈴鹿サーキットを制しました野尻。 SF19 に乗ってもう3シーズン目で、どんな状況でもある程度いい方向に持っていけるっていう自信もありますし、ただ走り始めがね、おっしゃったようにあんまり調子が良くなかったのはもう本当に、僕の鈴鹿はこういう車がいいんじゃないかっていうところで、一世エンジニアに伝えて、それがあんまりいい方向に行かなかったんで、もう一度その辺見直して、またチームと共に頑張りたいなと思います。